2012年6月18日、狼子供の雨と雪の完成を記念して完成披露試写会が行われました。この日揃ったキャスト陣、細田監督から映画に寄せた熱い思いが語られました。今日は来てくださってありがとうございます。ちょっとここからはなかなかどれくらいの人数の方がいらっしゃるのか見えないんですが、多分すごくたくさんの人が来てくださってるんだろうなと、とても嬉しく思います。一足先に公開前に皆さんに見ていただけるということで、今日とても楽しみにしていました。初めにこのお話をいただいた時に、私自身がこうすごくこの作品を見てみたいっていう思いがとても強くて、そう思えた作品に自分が関わることができるというのは本当に幸せなことで、この作品に参加できてすごく嬉しく思っています。皆さんも楽しんで見てください。今日はありがとうございます。今回狼男の役をやらせていただきました。今日は本当に僕はとても細田監督のファンでもあって、今日この場に立てることを本当に嬉しく思いますし、今日は実はこっちからちょっとお客さんの状況も、皆さんの姿が見えなくて、きっと5万人ぐらい来てるんでしょうかそんなちょっとよくわかんないんですけど、あと前の方の方で双眼鏡使わなくてもきっと見れると思うんで大丈夫ですよ。こっちから見ても目だけが光ってて怖い感じなんですけど、本当に今日お越しいただいてどうもありがとうございます。今日上映楽しんでください。少女期の雪をやらせていただきました黒木春です。本日は来ていただいて本当にありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、雨の日に生まれたことから雨と名付けられた弟役です、西井幸人さん。はい、少年期をやらせていただきました、西井幸人です。本当に今回この雨という役をやらせていただいて本当に嬉しく思っております。細田監督は本当に前から知ってたんですけど、神と言われてた監督なので本当にご一緒できて嬉しかったです。この作品を見て家族の大切さであったりとか、お母さん、親の親はいつでも僕たち子どもたちの味方だっていうことを感じていただけたらすごく嬉しいです。今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そして幼い頃の雨と雪、お二人揃って今日は耳を生やして登場していただきます。まずは雪の幼い頃演じました大野桃香さん、お願いします。大野桃香です。さあ、小学3年生の雪役をやらせていただきました。今日はたくさんの人に来ていただけてとても嬉しいです。小さい頃の雪は獣率がとても高いので、監督さんと相談して自分の声ではなく狼らしい声でやりました。今日はそれを注目してみてください。よろしくお願いします。はい、注目のポイントまでありがとうございます。さあ、そして続きまして、雨の幼い頃を演じました加部亞門さんです、お願いします。雨の幼い頃をやせてもらった加部亞門です。本当に細田監督に会った時になんかすごいオーラを感じるなと思って、もう前の作品のサマーウォーズも何回も見させていただいて、すごいいい監督さんだなと思いました。まあ、皆さん楽しんで見てくださいお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、加部さんからオーラを感じるというコメントがありました。細田監督、皆様に挨拶をお願いいたします。どうも皆さんこんばんは。監督の細田でございます、はじめまして。オーラをですね懸命に出しているところなんですけども、非常にこう今日完成披露したということで初めて一般の皆さんにこの映画、見ていただけることになりました。今日は本当にこういう素晴らしい
キャスト陣とこの、完成披露試写を迎えるにあたって非常に誇らしい気持ちです、どうぞ皆さん、最後までゆっくり楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。細田監督、はい、まず宮崎さんと大沢さんにそれぞれの役を期待された点というのはどのあたりだったんでしょうか。そうですね、この物語は狼男と恋に落ちた、若い女性が、その彼と結婚して子供を産んでこのその子供を育てるというような話なんですけども、やっぱこう最初からこう非常に難しい役柄だなと、この主人公の花にしても、そして、狼男役にしても非常にこう難しい役だなというふうに、思って考えた時に、やはりこうすごく特にこうすごい長い時間をね、こう描く映画ですから、その映画の中で長い時間をかけて成長するっていうふうなことを、やはりこうお芝居の中で表してくださる方と、いうことで、すごくこうもう葵さんしか、いないというふうに、決めて、お願いいたしました。そして、狼男の役なんですけども、すごくこう大きな、すごくこう大きな器で、すごくこう人間性というか、狼男なんですけど、こうすごく大きな人間性で、すごく花を包む、すごいこう花にとっての、モチベーションになるような大事な存在として、すごくこう、まあ、優しさをこう大きな優しさ、大きな愛っていうのを、表現する方として、大沢さんにぜひにというふうにお願いいたしました。はい、はい、宮崎さん、難しい役だったというふうに監督の方からもありましたけれども、実際に演じられていかがでしたか。その13年間を声で表すんだって最初に考えていたら、もしかしたらああどうしようっていうのがあったかもしれないんですけど、今回その撮る前に監督とお会いした時に、少し学生時代、少し大人になってからっていう何個か声を取らせていただいた時に、自分のイメージの中ではお母さんになったらやっぱり少しお母さんっぽくセリフを発するのかなと思って、そうした時に監督にそういうふうにはしなくていいですと、こう自然な流れの中で女の人が一人の女の人が成長していく姿なので、お母さんを役割として演じなくていいですということをおっしゃっていて、それが自分の中ではとても大きなヒントになっていたので、あまりこうそこの部分に関して難しいなって感じることはなく、プラス撮る時は4日間だったんですけど、キャストのみんながこう揃った状態で撮ることができたので、声のお仕事をしているというよりはもうその場でちゃんとお互いの息を合わせて普段のお芝居と近い状態でやらせていただくことができたので、すごく恵まれた現場だなと思いました。大沢さんは今回細田さんの作品に初めて参加されたということですけれども、実際に共演されていかがでしたか。そうですね、今宮崎さんも言ったように、まあ、アフレコなんでマイクに向かってと思っていたら、まあ、役者さんが全員揃って順番に頭から撮っていくんで、まあ、もちろん映像に合わせてやるんですけども、横に、まあ、宮崎さんやら子どもたちがいるんで、本当にその子たちと呼吸を合わせて、繰り返すうちに、まあ、そのあんまり声優というよりも普段やってるその演じる仕事とあんまり実際変わらなくて、逆にすごい新鮮だったし、そういう意味ではすごく貴重な体験をさせてもらいましたけどね。そしてとっても意外なんですけれども、宮崎さんと大沢さんはアニメそして実写合わせて初めての今回共演だったということなんですよね。実際に共演されてみて宮崎さんはどんな印象を受けましたか。本当にこう大きな優しい方だなという印象がありました。撮る時間は4日間っていうとても短い時間だったので、その中でどういう関係性を築いていくことができるんだろうっていうのをちょっと心配していて、やっぱりその普段どういう関係性でいるかっていうのがお芝居の中でも少し変わってくる部分でもあるので心配していたんですが、お会いしてみたらなんかこうなんだろうな、4日間しか撮りはなかったんですけど、毎日現場に顔を出してくださって、
美味しい差し入れをしてくださったりとか子供たちと遊んでくださったりとか、本当に狼男のように見守ってくださっていたので、その見守ってくださっていたことが私としてもやっぱり心強かったですし、花としての感情をこううまくそれによってこう支えていただけたなと思いました。実際に大沢さんはアフレコがない時にも現場に足を運ばれたということですが、今暇だったからそんなことはないと思います言ったんですでも本当になんていうんですかね、すごい、僕も本当宮崎さん初めてでお会いする、なんだろう、仕事以外でももちろんすれ違ったこともなかったんですけど、どんな方なのかなと思ってたら、本当にこう多分十何年、多分この物語の中で十何年という人生を表現されるんだけど、本当に集中力も高く、あと現場も本当にいつもこういい空気を放ってくれてる方で、本当に現場に行きたくなるような、そんな女優さんだなというふうに4日間だからすごく毎日その4日間楽しかったですよね、お邪魔して、キャスト陣が4日間揃ったということなんですが、狼子供を演じられたお二人いかがですか、黒木さん。はい、本当に毎日毎日楽しくって、細田さんからもスタッフさんから皆さんが本当になんか大きい家族がそこにいて、物語と同じように進んでいく感じがしていて、それで私もアフレコが初めてですごく緊張してたんですけど、大沢さんとか皆さんがなんかすごい大丈夫だよって言ってくださって、あ、大沢さんが大丈夫って言ってくださるんなら大丈夫なんだとか思えて、はい思えて、本当にすごく素敵な時間を皆さんと一緒に過ごすことができて、すごく楽しくて素敵な経験ができました。西井さんはいかがですか。はい、本当に現場に通うのが楽しくて、細田さんもベースとアフレコの撮るところを何回も往復してくださって、的確なアドバイスをしてくださって、本当にアフレコをしやすかったのと、まあ本当に大沢さんも宮崎さんも本当にお母さんみたいな存在で、ずっと見守ってくれた感じですね。で、加部くんも大野さんも一緒に撮ることはなかったんですけど、現場では一緒で本当にムードメーカーで空気を和ませてくれまて、本当にいい時間でした。楽しかったです。大野さん、大沢さんが遊んでくださったということなんですが、どんなことをして遊んでいたんですか、現場で。大沢さんが宝の地図を書いてくれて、それを見ながら宝を探すんですけど、はい、宝は大沢さんが買ってきてくれたお菓子とかで、それにハマって何日も何日もやりましたあとは大沢さんが南極へ行ってきた時のお話をしてくれたり、写真を見せてくれたことです。加部さんはどんなことが思い出に残ってますか。南極の写真もペンギンとかいろいろ見せてもらって、本当にいい人だったなと思いました大沢さん、いい人だなっていうお二人の話がありましたが、いやもうそんなんでいい人って言っていただけるんだったらずっとやりますけどちょっと一緒に遊んでっていう話でずっとやってたらすごく楽しくて、ただ本当にみんな子供たちもみんな現場に入るとすごく集中しちゃってびっくりするぐらいうまいんで、それを見に行くだけでもすごく楽しかったし、で外出てくると本当に普段の子供に戻るというか、だからすごく楽しかったですよね。そうなんですね。そういう雰囲気を受けて監督もやりやすさというのはありましたか、実際に作られていて。本当こうアフレコの間中すごく充実した時間でした。特に葵さんがもうずっとね、まあ、主役なせいもあって出ずっぱりで休みが全然ないんですよね。本当にこう花の出てくるシーンばっかりで全然休みがなくて、もう順取りでずっとやっていったんですけども、でもそういう中でも本当にこう全然こうその集中力がものすごい高くて、それは本当に驚きました。そしてなんかすごくやはりこうこの作品の世界っていうのをすごく
表現してくださって本当に嬉しかった。それにこうなんかこうやっぱ大沢さんもそれをやっぱりこう支えるような本当にこう素敵な演技をしてくださって、それはもう先ほどのね話のこの、アフレコのブース外でもうすごい支えてくださったなと思うし、特にこの狼子どもの、子どもたちの、もうですね本当にこう、まあ、オーディションなんですけども、みんなもうすごいこう激戦の中でみんなこうこれぞという人がみんなこのその時にいて、本当にこうもうなんかこう全日本級のすごいこう、うまい面々っていうのがすごくやっぱりこうなんていうのかな、このアフレコの中ですごくこうやっぱ充実させるとてもいい時間でした。はい、皆様に大きな拍手をお送りください。マモウオソダ。日本の公開に先立って行われたパリのワールドプレミア、フランスの観客に温かく迎えられた細田監督と宮崎あおいさん。みんな楽しんでね。そんな不思議なことあるわけないって。そして500人の観客からのスタンディングオベーションが。興奮に包まれた会場では観客とのティーチインが行われました。En fait, je voulais savoir d'où vous est venue cette idée d'enfant loup et pourquoi en fait.Surtout pourquoi? 子育ての話をまず作りたいと思ったんですよね。で、その子育てをするのに普通の人間の子育てだとみんなしてるじゃないですか。で、そうじゃなくて、その何か子育てってものをなんか映画にするには何か一つ仕掛けが必要だと思って、それで本当の狼ってどういう性格か知ってますか？本当はすごく神経質で仲間っていうか群れを大切にする動物だっていうことを皆さんご存知でしょうか。で、それがすごくこうなんていうのかな、こう動物の中でもとっても人間に近いと思ったんですね。それで狼と人間の半分の子供を育てるっていうアイデアを思いつきました。私は2回目だったんですが、こう違う国で皆さんと一緒に見た時に、皆さんのこの感情表現がものすごく豊かで、たくさん笑ってくださったりしていて、なんかすごく新鮮な気持ちで、とても楽しく、またなんかこう新しい気持ちで映画を見ることができました。ありがとうございました。まず台本をいただいたんですが、その内容がとても素晴らしくて、一目惚れをしてすぐにやりたいですっていう返事をしました。Est-ce que c'est quelque chose dans ce film aussi c'est très présent? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez conserver dans vos œuvres futures comme un film directeur? この映画に出てくる田舎って結構今までの映画に比べてちょっと厳しいっていうかね、生きていくのに甘くない田舎だったでしょ。そんな中で助け合って生きてるっていうことを花は学ぶけど、こういろいろな世界中のいろんな場所でもそういう場所ってたくさんあると思うのね。多分世界中の広さを考えたら都会よりも田舎の方が広いじゃないですか。で、よりその世界中のいろんな出来事を表せるような気がするんですね、田舎は。それで田舎を舞台にするっていうのが
傾向があるのかもしれない。Je voulais avant tout vous demander dans vos autres œuvres, donc avant, La Traversée du Temps et Summer Wars, on voit souvent cet énorme nuage que vous représentez souvent de la même manière, de la même forme, et je voulais juste savoir en fait s'il avait une signification particulière pour vous en fait. この実はこの映画に出てきたその場所のモデルっていうのは僕の生まれ故郷なんだけど、そこにすごくやっぱりこう雲がたくさんこう溜まる場所っていうのかな、いつも曇ってるんだけども、でもこう光が差すと綺麗で、そういうところで雲をいつも見てたから、こう雲の綺麗さを描きたいなと思うようになったのかもしれない。Est-ce de votre expérience personnelle avec votre mère? Êtes-vous entouré de femmes qui vous prodiguent des conseils pour pouvoir... Je suis une femme, Actuel, et est-ce que finalement le Fulusato, c'est pas plutôt le Fulusato qu'on a soi-même à l'intérieur et... その18歳までこの自分のふるさとで育って、そこから大学に行って東京に出て、ずっとふるさとには帰らなかった、でところがそのこの映画の舞台を探すのに日本全国いろんなところを巡った時に、たまたま自分のふるさとである場所を見た時に、すごく自分が知ってたふるさとと全然違うすごい美しい自然があるなってことに気がついて、でその住んでた時とか東京に行ってる時は自分のふるさとのことを分かってるつもりでいたんだけど、要するに実は全然分かってなかったってことだよね。だってそこ見て初めて美しいって思っちゃったんだから、つまりふるさとってのは心の中だけじゃなく実際にちゃんとあるっていうことだと思います。Très simplement, avez-vous une idée pour votre prochain film? Et peut-on espérer le revoir ici dans deux ans? まだ日本で公開してないんだよ。気が早いよ。でもこんな今日は嬉しいですね、みんなにこんなに気に入ってもらえて、だからまた何か新しい映画を考えて作ろうと思いました、勇気をもらいました、ありがとう。この日舞台に登場したのはアーティストのアンサリーさんと映画音楽を手掛けた高木正勝さん、映画の主題歌お母さんの歌を生披露しました。
遊び風に吹かれて花に埋もれ草笛鳴らそう四本足で二本の足で新しい朝新しい風あなたのために準備されたの会場でこの歌声を聴いていた宮崎あおいさんと細田監督も舞台に上がりました。すいません今ちょっと泣いちゃって鼻かんでました。あのなんか本当にすごく好きな曲だったのでこうやって生で聴けたのもすごく嬉しかったですしなんかいろんなことがすごくすいませんなんか愛おしいなと思いながら聞かせてもらいました。この映画の音楽をどういうふうにしようか考えているときにすごくまあなんかこう特別な映画っていうのかなちょっと変わった映画っていうのかな何かすごくこうなんか深く何かこう気持ちに届くみたいな曲が必要だなって思ってそれがなんかこういわゆるこう劇伴のこう例えば何でしょうね法則みたいのに沿わなくても直接こう魂に訴えるような曲が必要だということでですね高木正和さんにぜひお願いできればというちょっとねものすごい無理やりな頼み方だったかもしれないけども突然ねなんかこう連絡してもう来週打ち合わせしたいぐらいの勢いでお願いしたっていうところがあると思います。でそしてはいその主題歌ってことを考えた時にやはりこうやっぱお母さんの映画ですので、はい、何かこうすごくこう僕のイメージとしてはこう今世界中のねお母さんを代表するような歌声っていうどなただろうと思った時にですねね割と高木さんと話してですぐですね安西さんにお願いしようということももうあの時3月13日ぐらいでしたかね一瞬でこう2人の中でもう安さんしかいないっていうことでねすぐにお願いしちゃいましたね。
ゆきとはなが夜こうウォーって言って近所迷惑になるっていうのは何も狼子供じゃなくても普通の子供でもあることで、本当に狼子供っていうことをモチーフにはしていますけれども、随所随所に私が今現在子育てしている気持ちをすごく表したようなところが本当にたくさんあって、それにこう感動させられましたし、あと私の子供もこの映画見させていただいたんですけど、お家帰ってからウォーってこう叫ぶようになりまして、はい、狼子供化しております。制作期間が3ヶ月ぐらいだったんですけど、最初の2ヶ月今もう映画が、ね、見終わられたので完成したものとしてこう受け取られてるでしょうけど、最初絵コンテの状態でこう見てると、こうどれぐらいのスケールの話なのかっていうのがなかなかつかめずにいて、で、ね、すごいたくさんのこうところで上映されるとだけ聞いてたので気持ちだけが焦って、途中でこう一度これは僕お母さんの映画なんだっていうのに気がついて、そこからこう自分が作るというよりは主人公の花さんになって音楽を作ったり、花さんを見守る立場からこう曲を書いたりとかっていう風にしていくとうまく曲が出てきたので、ずっとその制作期間の間、僕花さんのお母さんになり、男ですけどこうなりきってたんですね。だからこう宮崎さんがこう声を当てられて、試写会の時にこう初号の時にいらした時に、あ、仲間と思わず嬉しくなり、同じになっちゃうぐらいの。まずはじめに主人公花屋。2012年7月21日、狼子供の雨と雪はついに公開を迎えました。すごく今は安心しているというか、きっとこの作品はたくさんの人に愛してもらえる作品なんじゃないかなと心から思えているので、とても今日は幸せで嬉しくて安心しています。本当に見に来てくださってありがとうございました。皆さんも見ていただいたら分かると思うんですけど、実は僕あんまり結構ちょっとしか出てないんですけどね。ただですね、実はこの長編アニメという僕声を参加させてもらうの初めてだったんですけども、本を読ませていただいて絵を見せていただいて本当に大好きになって、どうしても参加したくて参加させていただいて、出番は少しなんだけど、なんか気持ちはこの誰にも負けないぐらい熱くて本当に、好きな作品です。だから今日こうやって初日に皆さんに見ていただいて、本当に心から、嬉しく思います。アニメなんで、子供たちのものになる時もあるんですけども、この作品は本当そうじゃなくて、子供たちだけじゃなくて、子供を持つお母さんたち、これからお母さんになる女性の人たち、そしてそれを支える、男の人たち、そんな人たち全員に、見てもらえれば、すごく嬉しく思います。いよいよ初日を迎えることができまして、もう昨日から眠れなかったんですけども、皆さんのこう、顔をこのようにお顔をこのように、こうか見てて、本当になんかホッとするっていうか、すごく嬉しいと思います。3年前からずっとこう作ってきまして、ずっとこう、皆さんのまあ、おそらく皆さんの顔を思い浮かべながらずっと作ってきて、やっとくよ、こうやって皆さんの前でこの作品を披露することが、できました。本当に、なんか嬉しいです。本当ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。お母さんが大好きなユキですっていうのを、そしたら大野さんから黒木さんへ一言ずつ、お母さんが大好きなユキですっていうセリフを一つずつ聞こう、一方ずつ言ってもらっていいですか。映画の
中でやった声は、うん、はい、あの時にやりきっちゃったので、あら、あの声は出ない、うん、もう出ないですか？出ないの。おお、そうですか、さすが。え、アモン君もそうですか？いや、やっぱり、うん、あの家族とかスタッフさんとか全員が、うん、はい、合わさって、みんなの力が合わさらないと、うん、そっか。そして本日、宮崎あおいさん演じる花に農作業を教えてくれるニラサキというおじいちゃんを演じました菅原文太さんからコメントをいただいております。細田監督のふるさと富山は今でも狼が住んでいそうな深い山脈が富山湾を包み込むように連なっている。この物語を豊かにしているのは細田さんのふるさとへの愛が詰まっているからだ。日本中どこも農繁期で農家は仕事に追われているが、俺も強い日差しと暑さに負けず畑の仕事やぼかし作りに追われている。農業は誰にでもできるが、また誰にでもできるというわけではない。諦めない根気と辛抱とともに諦める思い切りの良さも必要だ。そして何より細田さんがこの作品に込めた風土への愛情が大切だ。今年の夏、暑気払いに子どもたち、若い人たちにおすすめしたいのは狼子どもの雨と雪だ。以上です。本当になんというか感激いたしております。本当にこうアフレコの時にずっとこう文太さんと一緒にこう、アフレコにですね臨みまして、本当にこうその時に、皆さん今映画見ていただくと分かる通りこうニラサキと花という、関係性なんか非常にこうニラサキっていうのは、なんていうのかな、こう、厳しく、毅然とこう花に対応するんですけども、文太さんのですねもう、まさにそういう感じで、でそういう中に非常にこうあったかさというか、はい、大きさっていうのを感じて、アフレコをしてたことも今思い出しております。すごくありがたいなと思いますし、今実際こうね、夏のね収穫時期でお忙しい中このようにコメントをしてくださったことを本当にありがたいと思います。作品の中でお好きなシーンとか、それからなんかこうすごく自分でやってて印象に残ってるシーンっていうのはありますか？今ご覧になったばかりの皆さんの前でなんですけれども。私が好きなのはもういっぱいあるんですけど、朝起きたら雪が降ってて、こうパッて開けて子供たちと雪に飛び込んでいくシーン、わかりますか？あそこの時にこう飛び込んだ後に子供たちをギューってハグした時のなんか息遣いの感じとか、それをこう絵で表してるので、そこはすごい好きですね。なんか言葉とかじゃなくて、最後もそうですけど笑い声だったりとか、そういうのでいろんな感情を表現しているシーンが多いなと思うのですごく好きです。実際細田監督から、声の演出でのこう指摘みたいなものは何かあったんですか？もう自由に宮崎さんの世界ですか？どうでしょう？宮崎さんの世界ではないですね。花ちゃんとしてこうどういるかっていうのはなんか自然に共有できていたのかなと思うので、そんなにたくさんお話ししてないですよね。終わってからキャンペーンでたくさんお話しさせていただいたくらいですかね。そっちの方がむしろね、すごいんですよ蒼井さんって。本当こうそういうわけでろくに打ち合わせもしてないのにね、もう最初から花だっていうのがあって、本当にでどうしたらそういうお芝居ができるんですかって逆にキャンペーンの間質問したぐらいで、
そうですか。姿を見ているとまさにその花さんの表情も狼男の表情も宮崎さん大沢さんにすごくそっくりで、どちらが先に監督の中では決められてたものなんだろうって思ってしまったんですけど、どちらが先だったんですか？いや、まあそれはもちろんそのデザインっていうのは随分前に佐田本義行さんとね一緒にやってるので、はい、随分前なんですけども、はい、これは本当不思議なことにですね、はい、配役が決まって皆さんに声を出していただいた時にまるで本当にこう皆さんをこうスケッチして書いたように僕も思えちゃいました。特に僕特に思うのは大沢さんがねなんかもう大沢さん狼男彼が大沢さんにしか見えなくなっちゃってっていうところがありまして、はい、なんか書いてる時全然また全然別のところで身近な人をモデルにしてたのに身近な人がどっか飛んじゃって大沢さんをデザインしましたってこれから言おうかなって思うぐらいで、はいはい、そんな感じでした。大沢さん狼男を演じられていかがでしたでしょうか？まあそうですね、とても本当に葵ちゃんと一緒で充実した幸せな時間だったし、あとやっぱり僕は細田アニメのやっぱ大ファンだったんで、その収録の時間は至福の時間だったですね。あとはもう本当に最初絵をデッサンっていうんですかね見させていただいた時に狼男がまあすごくいい男だったんですよね。それでいいなこれっていうふうにまあ正直思ったんですけど、自分に似てるとは全然思わなかったですけどね、うん、似てるとお思いの方結構いますよそうあんまりでもね本当に、はい、いい男でよかったなと思うぐらいですよ見ててですよ、はい、だからあんまり自分とはって本当に思わないですけどね。そうですか、うん、まあ、大沢さんも細田作品は初参加 でアニメの声優も初めてそうですね。で当然狼男役なんていうのも過去にはありませんよね。でかつ、花さん演じられました宮崎さんとの共演も初めて、まあ、初めて尽くしという部分も多かったと思うんですけれども、大沢さん自身が感じたこの中で演じる上でこう内面で感じた何か初めてみたいなものはありますか？いや初めてって、まあ、もちろんその初めて尽くしではあるんですけど、ただこう現場に入って、まあ、細田監督と一緒にブースに入ってみんなと一緒に入ったりすると本当にこう声優というよりもお芝居しているような感じというか、皆さん揃って同時にこうセリフをやるんで、もちろん画面を見ながら撮るんですけど、横にいるもちろん役者さんたちというか皆さんとのむちそっちの方がすごく大事だったんで、お芝居しているような感じだったですね。だからすごく隅ではやりやすいというかすごく気持ちが込められる現場だったんで、そこはすごく感謝してるし、あんまりそういう経験なかったんですごくいい素晴らしい環境を与えてもらったなと思いますけど。ではここで皆さんに質問です。映画の中で狼子どもたちは人間として生きるか狼として生きるか、まあ、生き方の岐路に立ちそして迷い大きな決断をしていきます。皆さんは今まで人生で今までの人生で、まあ、特に子どもの頃にどちらにするか迷った末に決断をしたというようなことは何かありますか？宮崎さんはいかがですか？私は子供の頃結構いろんなことをよく忘れてしまうというのもあって、あとこう日常的にやっぱりいろんなことを選択して、大きなことも小さなことも選択して皆さん生きていると思うんですね。なのであまりその選択っていうのが特別なこと、まあ特別なこともありますけど、なんかその自分が何かを選択したことっていうことよりもきっとその後にその自分が選択したことをサポートしてくれる人たちのことであったりとか、その選択を信じてついてきてくれる人の力があるから今の自分が成り立っているんだなとすごく思うので、あまりそのこの選択っていうのはちょっと今浮かばないですね。小さな選択のじゃあ積み重ねみたいな感じですね。そうですね、はい、そうですか。大沢さんはいかがですか？そうですね、僕もあんまり決断っていうかそういう選択ばっかりの人生だし、人生ってまあそういうもんだと思うんで、はい、まあ、子供の頃はもうほとんど記憶にないですね。そうですか
申し訳ないんですけど多分子どもたちの方がよく分かってるかもしれないんで、はい、はい、さあそれではじゃあ多感な時なのかしら、黒木さんはいかがですか。選択ですよね、はい、決断という決断、大きな決断を迫られた時。子供ではないんですけどやっぱ東京に出てくるのが大きな決断でしたね。小さい頃だと高あんまりないかもしれないですやっぱり、はい、それがでもその東京に出る出ないがすごく大きな決断だったので、はい、一回出ないっていう決断もしてて、うん、それでなのでそれが一番大きな決断です。いい決断でしたか。はいはい、すごくそのおかげでこうやって皆さんとお会いできたりとか、すごく人と会うっていうのがすごく本当に私の財産になっているので良かったなと思います。そして西井さんはいかがですか。はい、まず芸能界に入るっていうのも大きな決断だったんですけど、小さい頃で言うと僕今犬が3匹家にいるんですけど、はい、その1匹が野良犬で倒れかけてるところを親に無断で連れて帰ったってことが僕の中では小さい頃の大きな決断かなって思ってます。さあそして大野さんはいかがですか。幼稚園の頃に偶然近くの公園でドラマのロケをしていて、それを見て私もやってみたいなと思ってお母さんに頼んで事務所に入ったことですうん、いい決断でしたか。はい、はい、そして壁アモン君はいかがですか。決断大きな、けどなんかやっぱり大きな決断っていうか小さな決断が多いです例えばどんな決断をします。ちっちゃなものでもいいですよ、何でもいいです、教えてください。小さい、あとはなんだろうな、けどやっぱりこの作品にのオファーが来た時にあやっぱりやりたいなと思ってそこら辺がやっぱり決断でした。いい決断でしたか。はい細田監督はいかがですか。なんかね決断っていうのは多分こうおそらくそのなんか事件があってね、はい、何かどっちにするんだなんて突きつけられた時にこっちっていうのもまああるかもしれませんけど、なんか僕は思い出すのはやっぱり気持ちの中でね、ずっとなんかこう思ってたものが急に自分のなんていうんですかね、こう道が見えるみたいな、気持ちの中で道が見えるみたいなところがあると思うんですよ。こういうふうに行きたいとか、こういう方向でなんていうのかな、こう大きくなっていきたいとか、いうことが見える瞬間っていうのがあって、それがなんかその時にあ僕はこの道が好きだとか、こういうことをするのが例えば絵を描くのが大好きだとかっていうふうにすごく改めて自分に思う時っていうのはやっぱりなんかこうそれはなんかどっか決断していることがあるような気がするんですね。つまり自分だったら小学校の6年ぐらいの時にやはりこうやっぱ絵を描くのが自分はものすごい好きだっていうことがあって、で絵を描くのが好きだっていうことでこのまま生きていくかどうかみたいな、生きていって大丈夫なのかみたいなことはあるんだけど、でもやっぱり自分は好きだなってことを強く自分で自覚したっていうところがどこか後で振り返ると決断だったのかもしれませんね。はい、宮崎あおいさんです。公開から3週目の8月7日花の日に、映画の大ヒットに感謝を込めて舞台挨拶が行われました。大沢たかおさんです。そして細田守監督です。初日の日に
あの雨役の壁アモン君が他のアニメーションは背景が動いてないくて主役だけが動いているけどこの映画は背景も動いてるからすごいんだっていうことを言っていてあそうだと思ってなんかそれをこう聞いた後に他のアニメーションを見た時に本当にその通りでなんかこの作品のすごいところこう感情がすごくたくさん伝わってくるところとかなんかアニメーションなんだけどこう実写を見てるような気持ちになるのはそういうところなんだっていうのを改めて感じさせられたのできっとこの間パリに行った時もそうですけど本当に細かいところを見てる大好きなアニメーションを大好きな細田監督の作品を大好きなファンの方が世界中にやっぱりたくさんいると思うのでなんかそういう人たちにもおすごいなって思ってもらえるんじゃないかなと思います。なんかこう実写を見てるような素晴らしい絵と、なんだろう、こう本当に一流のスタッフの人たちが時間とエネルギーを使って作ったワンシーンワンシーンがすごくこう深みのある美しい絵になってるんで、そういうのはきっと世界の人にもなんか感じてもらえたら嬉しいなと思います、うん、まあ、声が変わらなければいいなと思いますけどね字幕で、字幕版ですか。あ、もう間違いならよかった、まあ、声も少し注目していただけるとちゃんと全世界で字幕ってことですか。そうですね、あのフランス字幕と英語字幕とこの間チェックしてたんで、あの部分的に吹き替えもあるかもわかんないけど、待ってください部分的って言われると僕の場合結構入ってくると危険なんですよねまあそこはちょっとご容赦いただいてぜひともね大沢さんの声が世界中に届くこと、僕の声はいいんですけど宮崎さんや子どもたちの素晴らしい声が皆さんに届けばいいなと思いますけど。そうですね、あの日本の四季、これあの13年間にわたる物語で、その中にこう四季がね巡っていくときに、はい、あの実はこのフランスでワールドプレミアやった際もこのマスコミの方あのにですね、すごくたくさんやっぱりこう自然の美しさ、日本の自然の美しさっていうのをあのすごく聞かれて、これはどういう場所だ、うん、ぜひ行きたいみたいなことをですね、たくさんのから言われたんで、やっぱり日本の自然の四季の美しさ、はい、そういうものをまず見ていただきたいなと思うのと、うん、そういうあとはこうその風景の中でですね、やはりこうあの花っていうあの一人の若いお母さんがね、あのいろいろ辛いことがあってもこう、まあ、耐えてですね、あの非常に頑張ってこういろんなことを乗り越えていくっていう、そういうなんかこう精神性っていうんですかね、今あの要するに去年からこう大震災以降ですね、こう日本っていうのはどういうふうにこう、どういうふうになってんだってことをいろいろ外国の方が心配されてるんですけども、そういう中でもこうなんていうかな、こう日本人がこう頑張ってこう前に進もうとしてるっていう、そういうようなところをあの感じてもらえたらいいなっていうふうに思いますか。ありがとうございます。まあ、もしもですね、自分が狼子供、まあ、今回は雨と雪2人いますけれども、人間と狼成長していく上でどちらの世界を選びますか、理由も合わせて教えていただければと思います。では宮崎さん。私は今は狼です。はい、今はなんか基本的には人間がいいと思っていて、今まで出会ってきた人とかにまた出会いたいって思ってる部分があるんですけど、でも最近自然がすごく好きで、なんか自然の中にいると落ち着く感じとか、はい、緑の深いの深い緑を見て美しいって感じたりとかするようになったんですね。なので狼になって、うん、そういう自然の中にいられたら幸せだなと思います。ありがとうございます。大沢さんはどちらを選ばれますか。そうですね、あのこの作品の収録してる時はその狼がすごく自分が好きになりたいと思っていたんで、本当に自分はこう狼になりたいなとかってずっと考え続けていたんですけど、なんかまあ、あの自分の作品出る役目を終わって時間が経って、こうなんかこう映画でたくさんの人にこう見ていただいたり、まあ、オリンピックもそうなんですけど、みんながこう頑張ってる姿を見るとやっぱり人間ってすごい素敵なんだなと思ったり、なかなかこう映画作るのって狼にはできなかったりもするんでねやっぱりそういう時は
改めてこう自分が人間でいることにすごくこういう場に来ると余計すごく感謝をするようになりましたね、はい、うん、ありがとうございます。さあ監督はどちらを選ばれますか？そうですね、やはり、まあ、この映画を作るきっかけっていうのもやっぱりこう狼っていうのがね、すごくやっぱりとてもこう人間のあるこう気持ちの一面を表してる、すごくこう人間に近い動物だなと思って、すごいやっぱりこう大好きなところもあって、やはりこう一回狼になってさらにね、ちょっとこう映画を作り終えた後どうでしたってことを狼になって狼たちに聞いてみたいなっていう意味でちょっと狼になってみたいかなと思います。そんな感じですね。ありがとうございます。3、2、1、0。